音楽の学校、スイングジャズ、リズム&ブルース、ロックンロールなど20世紀の大衆音楽はダンスミュージックとして発達し、人々を踊らせるリズムが生まれました。そしてリズムを奏でる上で大きな役割を果たしたのがドラムとベースです。ドラムとベース編第2回は高橋幸宏さんを迎え、ドラムについて学びます。スコーラドラムズ&ベースの2回目なんですけども、今日は、ドラマーの高橋幸宏さんをお迎えしてですね、たっぷりドラムズを巡る話を、聞きたいと思うんですけどもね、まあ、そもそも、高橋さんが、ゆきひろって言っていいのがいいのかな。高橋さんは気持ちが悪いです。ドラムズというものを選んだきっかけってあるんですか。まず11歳の時にドラムを買ってもらったんだよね。当時なぜか日本のジャズバンドにしても、オーケストラっぽいものにしても、ドラマーがリーダーってのが多かったよ。なるほどね。ジョージ川口とか花はじめさんとかさ、まあ何でもでドラムやないのかなと思って、ドラムってやるとリーダーっぽい、なんかリーダーっぽいのかなっていうのと、叩けるあのそういう環境が自分ちにあったって練習できる場所が、それがやっぱり一番大きかった。日本では珍しいですよ、日本の住環境。苦情は来ましたけどね。まあ大音響になっちゃう、やるとミュートしなきゃいけないんだけど、ただ毛布をかぶせたり、毛布まではいかないけど、まあタオルとかね、タオルとか布団とか、ただそうすると練習用パッドみたいになっちゃうんで、チャーリー・ワッツがすごくいいこと言ってて、その練習用パッドとかそういうものを使うのやめなさいと、ドラムを勉強する人は、なぜならこれほどプリミティブに鳴らした人の個性がそのまま出る楽器はないから、そういうもので練習しちゃうとその人の個性が出なくなっちゃうっていうようなことをなんか書いてますね、書いてたから、なるほどいいこと言うなと思って、それでは今回のテーマであるドラムの特徴について学んでいきましょう。ドラムセットはいろいろな種類の打楽器を組み合わせています。もともとはマーチングバンドなどで複数の奏者が演奏していた楽器を一人で演奏できる形にまとめたものです。ドラムセットの太鼓やシンバルの数に決まりはありませんが、主にリズムをキープするのに使われるのは次の3つです。低音を出すバスドラム、足で演奏します。スネアドラムは強く歯切れの良い音でリズムにアクセントをつけます。シンバルでは多くの場合細かなリズムを刻みます。これら3つを組み合わせてリズムパターンが作られています。あのドラマはスネアの叩き方に2つ、多分大きく分けるとだからね、2つあるよね、2つ。それはあのリムとスネアの革を同時に叩くか、革だけを叩くかっていう、例えばこうやってこう叩くのと音が違うんだよね。でこれを発見したのは、まあリンゴスターどっちなんだろうと思って、例えばヘルプなんかのレコーディング風景見ると完全に一緒に叩いてるわけ、でベンチャーズのメルテラって人が昔、両方使ってるわけね、使い分けてる。なるほど。
もそうやって音色が違うんだよ叩き方でっていうのはその頃小学校の頃に耳で覚えた感じだね。うん、それかそうか。それから僕はもういつもこうやって押し付けるような叩き方になっちゃう、うん、だからその分ね不安定になるんですよ。いつもこういう風にと安定した音が出るけどこう叩くとものすごくいい音の時とこうなっちゃった時とは差が出るの。でそれを味とするか、まあ不安定だから嫌だなと思う人ドラマのタイプになると思う。もう一つねそのゆきろはこう押し付けてこう止めてたじゃない。ところが普通はあのパーカッションでは打楽器ではねこの膜が実際こう早く揺れてるわけですね。でこのスティックが当たって次こう触れた時になるべくもう次の触れた時には離れてるとのが良しとされる。ところが雪世のはこのスティックで押さえつけるからこのブルルっていうのをいわばミュートしてるようなとか音色が違ってくると思う。でそれはバスドラにもあの、うん、僕はこうやって押し付けるとミュート革は全部ミュートされるわけです毎回。それがどんなにでも全部こういう音になるっていう、うん、これはもうそのドラマの特徴だと思う。押し付けることであのそのビートの拍の安定感をこう自分の中で安心できるっていう、うん、誰よりもドラマーとして影響を受けた一人のドラマーもし挙げるとしたらリンゴスターだね。リンゴスター、うん、受けた影響っていうのはどんな。やっぱり、ね、フィルの特徴があって、うんうん、フィルが弾むんですよね。普通にこういうリズムでもっていうふうに弾む。それからっていうこっちからこう来るおかずっていうのはあまりない、うん、ない。普通反対だよね。でもストロベリーフィーズフォーエバーでも変わってるねちょっとね。 Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields。 で B.J. ウィルソンっていうやっぱり面白い僕が好きな人で挙げてるあの人もはリズムが弾むんです。例えばおかずがこれはね、あの細かく言うと今の8分布の8分布の中が3つに分かれてトリプレットになって三拍子になって三連符になっていて、だからいつも頭の中でタタ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 タってその3つのまとまりがあるのが基礎になって、うんはいはいはい、それではプロコルハルムのソルティードッグを題材に弾んだリズムについて学びましょう。この曲は8ビートと呼ばれるリズムで演奏されています。8ビートとは8分音符を基調としたリズムパターンのことです。この8分音符を3等分します。さらにその中からいくつかの音符を選ぶことでフレーズが形作られているのです。このように音と音との感覚を変化させることで均等にリズムを刻むことでは得ることができない弾んだリズムが生み出されていたのです。で僕のエイトビートにも一つ特徴があって、うん、ハイハットが弾む時があるんですよね。チチってね、うん、例えば、うん、やるだけでビートが弾む。逆に言うとその弾まないっていうのはこう均等だってことですね。はいはいはい。グルーブしないんだよね。そうするとね、うん、例えば音がこことこことここにあるとしてこれは弾んでない、これが均等だと弾んでないってことなんだけど、これはどっちかにこう寄ったりするわけですよね。こっちが長くなってこっちが短いとか、これはまあ大体そういうことが多いんだけど、これが弾むという。プリースのね、うん、スチュアート・コープランド、スチュアート・コープランド、これもまた独特の。いやあの人は前だよ。そうだ、ね、タイミングがすごい、あのどんどん突っ込んでいくのね。でフラムが多いです、うん、2つで。フラムって何が多い。フラムっていうのはこう1個で1個で
のが、うん、でもういつもこういうのが多い人なんですよ、あの人、うん、でだからなんかビュードルいつも、うん、っていうのがあの人のスタイルでいつも、うんうんうん、そのフラムでどんどん食い込んでいくようなね、食い込んでいく、うん、ポピュラー音楽でリズムというとね、人を踊らせるためのものだと思うね、うん、基本的には、うん、でもそのさっきグルーヴって言ったよね、うん、そのグルーヴっていうのは要するに人間がこう快感に感じるリズムの部分なのかな、多分そう、そのダンスっていうことを、うん、あの基本にベーシックによくならば踊れないねこれっていうのは、うん、もう年代によっても違うと思うんだけど、そう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 、僕たちの年代だと、うん、その長い間その積み重ねてきた聴いてきたもうそのグルーヴ感っていうのがもうあるんで、うん、まあ、それは1回目に言った身体性っていうのはそういう意味で言ったんですけど、数学的に言うと、まあ、もう完全に均等だとすると、ここの位置っていうのは本当にこう人の個性とか国によっても、もう変わるわけですよね、うん、でそれによってそのカラーもその音楽のカラーも変わってくるし、まあ、もっと厳密に言うと実はこの位置とかこの次の位置も左辺もちょっと微妙に揺れるんですけどね、うん、そこも関係してくる、もっと微妙に言えばそのドラムの例えば位置とベースの位置が微妙にずれていたりするという、うん、もう非常に実は複雑なことが起こっているんですよね、ロックのような4人ぐらいでやるような音楽でもね、うん、だからカラー、そのやっぱりバンドによってのカラーが、うん、ビートのカラーがあるよね、それからまあお国柄国柄とね、年齢があるね、あ、年齢ね、うん、それもあるね、うんうんうん、音楽にとって重要な要素グルーヴについておさらいします。グルーヴとはリズムに体が自然に乗っていく感覚のことを言います。リズムが弾んだり微妙にずれたりするとグルーヴを感じます。どんなリズムにグルーヴを感じるかは生まれ育った場所や時代など個人の経験によって異なります。高橋幸宏さんが大きな影響を受けた音楽の一つは60年代70年代にアメリカの黒人が生み出したポップスです。この時期スタックスやモータウンなど新しいレコード会社が数々のヒット曲を世に送り出しました。そうしたポップソングの伴奏を受け持ったのはレコード会社が抱える専属のミュージシャンでした。高橋幸宏さんが尊敬するドラマーのアル・ジャクソンはスタックスで活躍し、グルーヴ感あふれる演奏で多くの人気シンガーを支えました。ラジオで何百回何百万回かかったか知らないけど、本当に名曲中の名曲ですよね。何回聴いてもラジオで、ね、あの車とかで聴くと、うん、あ、2曲かかるやん、絶対に飽きない、気分良くなる、うん、そう、これがジャクソンの一つのスタイルですね、うんうん、いやー、こんなにシンプルで人を引きつける曲っていうのもなかなかないですね、うんうん、どう違うんですか。アル・ジャクソンはですね、リングとはまた違うでしょう。アル・ジャクソンは僕の知ってる限りではほとんどしかやんない、極めてシンプル、うん、他にちょっと真似のしようがないぐらい、ないない、ちょっとアクセントがほんの少し遅い、うんうん、そうで、またあのなんていうの、全体のアレンジの中のそのビートなんで、その2音がね若干遅いっていうのもね、うん、全体のなんていうのかな、他の楽器との組み合わせでそういう味が、そうだね、うん、やっぱりさ、音楽ってこうサーカスじゃないんで、例えば歌のもんでもインストもんでも、そのメロディーをどういうふうに聴いてどういうふうにそれに対してアプローチするかっていうドラマーもたくさんいるわけで、うん、例えばチャーリー・ワッツ、うん、あの人も一つ特徴があって、あの人スネアとハイハット一緒に叩かない、叩かないの、上げちゃうんだ、気がついてました、気がついてなかった、例えばあの
って叩くところで上がってんですよね。必ずそうなんだ。へえ。必ずそうなんですね。癖なんだと思うんだけど、うん、なんかあのグルーヴ感独特な、この年になってやっとできるようになった、ああいう感じのこうグルーヴ感ってね、打楽器っていうことじゃなくて、うん、その自分がその中にどうやって入っていって、どう、まあかっこよく言うとどうエンジョイできるかっていうかね、うんうん、バンドとか演奏する楽しみってこう目を 見合わせて行くみたいなのってあるじゃない、うんうんうん、で Y もやっぱりね、それがあるバンドだったんですね、うん、だからその音楽自体の中に自分 その存在価値をどういうふうに置いたらいいのかっていうのをいろんなドラマから学ん で自分のスタイルを作る、まだ作ってる最中ですけど、まだまだ、うんうんうん、ドラムという音色を持った一つの音楽の作り手の一人だということになるわけですよね。未だにかなりプリミティブな楽器だから、うん、まあ、これだけ撮ったらもう 何十年スタイル変わってないから、ほとんど、うん、それを今風だったり、うん、昔風だったりで叩き分けるっていうのは、うん、ちょっとあの年取った喜びですよね。ちょっと職人的な喜びもあるよね、うん、あるある、うん、